なんかもうリハを優先した方がいいこともあるんじゃないかっていうかもうリハリハいこうかなみたいな <laughs> なんて言ったらいたいのなんか一回リハをしてその後に。 投資リリハハみみたたいいななののがが最終リハみたいなのがさ何回かあるからそのうちの最初のやつはまだ出なくてもってそれなら学校の単位とか危ないし学校優先してもいいと思うよっていろんなスタッフさんとか先輩とかが言ってくれてそうだからあじゃあそうしますみたいな感じで学校をそう優先これが。 本番だったら本番は優先するけどやっぱりリハーサル何回もリハーサルする中で全部出てたらもう学校が終わりなのでそ,うその折り合いを見てたんですけどだけどね,ねただの通常リハでもそっちを優先しないと本当に自分で起こすそう自分で起こすことを なんか今から起こし始めたんですけど自分で起こすことの大変さを知ったというかあこんな大変だったっけみたいないやでもなんか大変じゃないんですよねもう一瞬で結構起こせたししかも今回はなんか頑張ろうと思うのが早かったいっつもギリギリで頑張ろうと思うんですけど今回そんなギリギリじゃないっていうだからいけるかもしかも結構ね私がもう ね、5年目というかもう5年近くなってるのでだんだんできる曲も増えてる分ね経験したことのある曲も増えてきてちょっと楽にはなっているのかなって感じですねやばい今頑張ってましたピース頑張りなう やばいよどうなりますかねだから本当にやったことない曲とかは本当にやったことなくて振り起こし本気で無理ってやつとかはもう平日でも平日の昼とかでもそっち優先した方がいいかもみたいな。ももさ数回はしてもいいわけじゃんだから その後コンサート終わったらもう全部ちゃんと出席するみたいなコンサート終わったらもうすまずちゃんと行ってでももう私は1週間丸々休むのも決まってるんですよねリハの関係でだからちょっとやばいかもなんか まあななんかなんとかなるなんか最近私めっちゃポジティブなんですよね正直そうなんかこんなこと言ってるけど正直めっちゃポジティブで <laughs> なんかねそう昨日,昨日まではあもう無理かもって思ってたけどそう今日お腹もできるかもみたいになっちゃっててそう別にね気分コロコロ系なんですけどなんか結局できるうち結局できんの私って。 心配性なだけで結局できるからいいんだ。でも、多分大丈夫。ギフト読んだこえ、チーズちゃん、タワー。ありがとうございます。ありがとうタ、タワー。タワー、タワー、ありがとう。めっちゃ久しぶりの配信だからかな。ありがとうございます。もう配信もなんか一しようみたいな。 前はさメイクしてる日は配信しようと思ってたけどさもう今もう <laughs> 毎日メイクしてるからさねで毎日配信してたらちょっと時間なくなっちゃうしどうしようみたいなねでもリハとかで多分隙間時間とかできるからそのできたす待って24時までの課題とかないよね今日待って思い出そうえ待って大丈夫だよね ちょっと目かゆくて目かいちゃってる待って今日は水曜日楽なんですよ今日は24時までの課題ないよなちょっと待ったパソコン開こう 今横にあるからあ,あちょうどパソコンがあるやばいこれで24時までの課題とかあったらシャレになんないちょうどパソコンが目の前だったうわ待ってうら、英語のレポート書いてるんだった開いたら開いた途端やり途中の英語のレポート出てきた <laughs> 待ってなんか私こんな久々にさ「久々に15分だけ配信します」っつってさみんなもさ来てくれてんのにさ課題ややりだしちゃうのほんとやめたいもうなんか最近今まではもうなんか24時間あったらもう23時間ぐらい寝てないと辛いってなってたんですけどもう今は24時間あったらもう23時間半働い動いてそれ残りの30分もなんか。 せめて30分は自分の時間にしたいって前は思ってたけど今はその30分も有効活用して課題をしようとかなんかもう最近そう今まではすごい休みをいっぱい取んなきゃなんか一日一日動いたら一日休まなきゃとか休まなきゃ耐えれないみたいな人だったんですけどなんか最近すごいなんかね精神の回復が著しくてそう最近すごいね 逆に生活が安定してきてき夏休みで余裕があったっていうのもあると思うんですけどそう休まなくてもなんかそうなんかもうめちゃめちゃ元気に動くことができるようになって私はとても良かったですあれ今日か 待って今日のお昼に友達がなんか書いてるなどうしたんだろうかまあああれか大丈夫だえっ、ー、と待って待って課題だけ確認したらね終わるからレポートは1週間後まで で、ラストの授業はこれも出したこれは課題は自分でやってく系だから来週までだあ大丈夫だ今日課題ないわ25まで26まで28まで27までよし 一旦大丈夫そう耐えたふうちょっともう課題はギリギリでやろうもうん,んか事前に計画性を持ってやるとかはもう今の私の余裕じゃできないからもう目の前にあることをひたすらやるその日までのその日にやるそれが一番逆にうちに合ってる気がする。りあピースさん食べてありがとう まさきさんなんだこれシュークリームマンありがとうございます翼おしいさんリンボスターありがとうございますソーダさんぶどうありがとうございますハートねぶどう館に持ってくメぐみーチャん作ってるよ嬉しいもう大好きありがとうね嬉しいこんな私ですがこれでもちょっとね日々必死に生きているんです なんかみんなに全然さなんかねツイッターもインスタもてかインスタも投稿しなきゃならないものが700個ぐらいあるのになんかね7五5もできなかったりメールはメールも送ってるけどそんなにいっぱい送れてるわけじゃないし配信もね全然できてないし声も全然出てないけどそうだけどそうそれでもその状況でも私的には結構ギリギリで。 結構頑張ってる状況でそうコンサート終わったらもうちょっと頑張りたいけどそうですねよし頑張ろう頑張ります 頑張りまますと思いますイェイ <laughs> 朝マックは間に合わなかった普通にやばいコメントがなんかめっちゃ流れちゃってはじめましてありがとうございます <laughs> そうでもねちょっと元気出てる何て言ったらいいんだろう今まではやんなきゃいけないことがあるのにや,やってないでサボって自分の好きなゲーム実況を見たりとか寝たりとかしててでもやんなきゃって思ってやるべきことをやらずに先延ばししてたから私は追い込まれてたけどもう今日とかも昨日とかもなんか。 暇な時間が一切ない趣味に使う時間とかが一切ない状況だからなんか不安にもなれないっていうか不安になったところで間に合わなかったところででもやる時間なかったよねみたいな純粋に一切時間なかったから仕方ないよねって思えるから多分焦ってないんだと思う。える時間があるのに。 やってないとやばいやんなきゃってなるけどそもそもないから何も思わないみたいな <laughs> そもそもやる時間がないからやんなきゃとかどうしようとか悩,悩む隙もないみたいな悩んでもどうせできないみたいな確定してる物理的にみたいな感じでちょっと元気出てる。 ね、でも普通に学校の講義って一回何千円とかめっちゃ高いですからねちょっと単位うん別にして普通にね学びたいしみたいなとこあるけど、まあ、そこはね人生考えよう人生の割合を考えてやろううまく待ってもう59分だったごめんみんなありがとうみんなありがとう お試しメール取って好きになったありがとう頑張るねなるべくメールかけるようにしますもう切れちゃうかもありがとうみんななかなかコメントも全部読み切れてないけどこれからも頑張ります頑張るありがとうみんな練習に戻ります目が乾燥するバイバーイ 分もうすぐバイバイこれ12時で切れるよねあランキングという存在を忘れてた1位チーずちゃん2まさきさん3位ユリアピースさんありがとうちょっと3位までバイバーイ